最終無罪判決おめでとうございます。ようやくこの日が迎えられましたね。3年前の今日8月10日放火殺人の罪で無期懲役となり服役までした青木恵子さんに言い渡された再審無罪。皆さんのおかげで裁判所から真っ白な無罪判決をいただきました。ありがとうございました。娘殺しの母親から今日から普通の母親として娘と共に生きていきたいと思います。本当にありがとうございました。今年5月、青木さんは再審法改正を目指す市民の会を設立し、共同代表に就任した。そして、冤罪犠牲の司法を皆さんと共に変えていきたいと思います。皆さんと力を合わせて、一つでも多くの冤罪者を救えるように、やっていきたいと思います。今後、冤罪犠牲者を救うための法整備を目指して活動していくという。もう二度と冤罪の悲劇を繰り返してはならない、そう語る彼女の身に何が起こったのか。長い長い戦いの日々を見つめた。今から13年前、私たちのもとに一通の手紙が届きました。それはここ大阪拘置所から送られたものでした。はじめまして。東住吉冤罪事件の青木恵子と申します。私はめぐちゃんの保険金が欲しいために愛する我が子を殺すような母親ではありません。私は無実です。今から24年前、放火殺人事件の犯人として逮捕され、無期懲役の判決を言い渡された青木恵子さんからの手紙でした。真実は一体どこにあるのか。ここから私たちの10年以上にわたる取材が始まったのです。1995年7月、大阪市東住吉区で民家が全焼、入浴中だった少女が焼死するという痛ましい火災が発生した。亡くなったのは青木めぐみさん11歳。当初は単なる失火とみられたが、火災から50日後、警察は母親の青木恵子さんと内縁の夫朴達弘さんを逮捕した。私は同棲中の朴達弘と生命保険のお金が目的で私の娘を2人で計画して殺しました。殺した方法は車からガソリンが漏れて火事になったということにしようと計画しました。この事件には目撃証言も物的証拠もない。有罪の根拠は警察の取調べ室での自白のみ。しかし、私がやってませんと言っても全く聞いてくれません。大声で怒鳴り、机を叩き、お前がやったんやろと言います。メグを助けられへんかったということは殺したことと同じやぞと言われ、助けられなかった自責の念から刑事の言いなりでした。ごめんください。あ、すいません、無理なお願いをいたしました。申し訳ありません。ところと申します。あの事件から24年、娘殺しという濡れ衣を着せられ放火殺人犯に仕立て上げられた青木恵子さんを訪ねました。かなり厳しい口調で向こうは来たんですか。そう、そんなね、穏やかなね、こういう話のね、会話じゃないですよ。娘に悪いと思ったら素直にならなあかんとかなあとか、なんかいろんなことを言われて、もうやったとは言ってないけど、うなずかされたっていうか、まあ認めさされるっていうか、
違うって思うんだけど、うん、それをなんていうの言う訂正する勇気がないというか、言えばまたこの怒鳴られたりとかすごい、そんな体験しないじゃないですか。あの密室でねガンガン怒鳴られたりね、あのするっていうことがね、もうやっぱり警察っていうだけで恐怖心みたいなのもねあるし、もう本当になんて言ったらいいか、独特なものがあの取調室の中にはあるから、やってない人でも自白するんだよっていうことをね、あの私はあの分かってほしいし。保険金目的の放火殺人の罪に問われた青木さんとボクさんは、自白は強要されたものだとして法廷では一貫して無罪を主張しました。しかし1999年春、一審大阪地裁は2人に無期懲役の有罪判決を言い渡したのです。犯行は実に残忍かつ冷酷、動機は利欲に走った自己中心的なもので、酌量の余地は全くない。検察側は犯行の動機について、マンション購入のための諸費用170万円と税金20万円を捻出するためだったと主張したのです。しかし家計簿によると、電気工だったボクさんと2人で毎月60万円前後の収入があり、多い月で15万円、少ない時でも8万円近くを貯金に回している。ずっと働いてました。もうチラシのね、ポスティングする仕事、まあ、なんとかやりくりをしてしてました、してました、うん、そして犯行動機の一つとされる税金20万円もきちんと納められていた。また問題の生命保険も、保険外交員の熱心な勧めで学資保険を掛け替えたものだった。どういうきっかけで青木被告とはお会いになったんですか？あの保険の取り込み訪問です。学資保険の代わりにこんなのありますよっていう、あの3年ごとにお金が置いてくるこういう保険もありますよっていう案内を。外交員の熱心な勧誘もあり、3年ごとに30万円の給付金、災害死亡時には1500万円が支払われる保険を契約。そんなに珍しい保険ではないっていうことですよね。でも警察にさ、すごいって言うんですよ、1000万がね、うん、でも私がしたら全然珍しくもない、なんともない。入ってる人ゴロ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 あるから。果たして保険金目的の犯行だったのか。我々の取材によれば、当時2人が金銭的に困っているという状況はなく、また肝心の保険も熱心な勧誘によるものであるということが判明したのです。つまり犯行の動機が見当たらないのです。ではなぜ有罪になったのか。一審判決は決め手となる物的証拠はなく、直接証拠として捜査段階での自白しかないとしているのです。その自白がこちら。車をガレージに入れると給油口に手押しポンプを突っ込み、ガソリンをポリタンクに移し替えました。実況見分では撒いたガソリンの量を計測、 7.3 リットルとなっている。ライターの火をつけたまま右手を伸ばして、ゆっくり火をガソリンに近づけていったんです。そして床から2センチくらいに近づけた時、ボワッという感じで燃え広がったのです。自白通りの犯行は果たして可能なのか。私たちは弁護団とともに大規模な放火の再現実験を行い、検証することにした。これはボクさんが書いた当時の家の間取り。自白によると、車の後ろからガソリンをまいて車の横に移動、バツの位置でパンツ1枚の姿で火をつけたとなっている。そこで同じ寸法のガレージを作り実験を行った。
赤い線は車が止めてあった位置、青い囲みはガソリンを撒いたとされる範囲を再現している。自白通り 7.3 リットルのガソリンを用意、室温も当時と同じ25度に設定。自白通りの位置にガソリンを撒いていく。まもなく脱出します。さらにボクさんに見立てた機械を用意、ライターの火をゆっくり近づけていくと、揮発性が極めて高いガソリンは気温25度の密閉空間で気化して充満、爆発的燃焼が起こった。しかしボクさんの自白では、火に近かった右の方の頭の毛が焼けていた程度でした。自白によると火をつけた後居間へ戻り青木さんと談笑、その後再びガレージへ戻り火を飛び越えて玄関のアルミサッシを開け道路へ逃げたとなっている。一方青木さんは火災発生から2分後に消防へ119番通報をしている。青木さん宅の1階部分を再現した模擬家屋に青木さんとボクさんに見立てた人形を設置、温度を計測するセンサーを取り付けた。ガソリン 7.3 リットルをまき、自白通りに扉を開け閉めして火災実験を行う。おびただしい黒煙がですね、着火の途端にですね天井まで舞い上がって、もうガレージ室内が真っ黒になってしまいました。着火後ボクさんは居間に戻りガラス戸を閉め、この場所に立って談笑。この時間帯にボク人形は78度の熱を計測、火膨れや微乱ができるほど重度の火傷を負いながら談笑していたことになる。今、56秒だったんですが、炎がですね今の方に入ってきました。これで電話をすることなど可能なのでしょうか。青木さんが119番していた時間帯に青木人形は590度を突破。しかし実際の青木さんは一切火傷を負っていない。自白によるとボクさんは燃え盛るガレージに戻り靴を履き、炎を飛び越え玄関から逃げたことになっている。うわすごい、うわガラスが割れてますね。うわものすごい炎と、そして黒煙、こういった炎のところをまたいで、そしてこちらから逃げ出すことは可能なのでしょうか。実験を監修した火災検証の第一人者鈴木氏はこう指摘する。ああいう状態で火に巻かれたら、もうまず火傷は当然、起こりますし、呼吸ができないんで、まあ、ショック死ということもありえますよね。実はこうした火災の状況は2人の自白と食い違うだけでなく、火事を目撃した近所の人々の証言とも矛盾する。車の下の方がまだ炎があったぐらいでね、なんかポロ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 に感じた。こうやってこうちょろちょろっていう、まあちょろちょろっていうんですかね。3分か4分ぐらいじゃないですかね。3、4分ポロポロ出してこうですよ。ポロポロさあ、ピューって車目が出て消せるだろうというふうな感覚の日やったんですよ。目撃証言ではですね、この火事が起きた時に本当にちょろちょろで消せるかもしれないと思ったそうなんですが、とてもこれをですね、普通の一般の人がですね自力で炎を消すと、これで可能だと思いますか。ちょっと無理だと思いますけど。こちらは火災の目撃者によるイラスト。
全員が火災の初期数分は火が小さかったと証言している。実験ではこれ以上は危険と判断したため2分50秒で消火した。2006年、弁護団はこれらの実験結果を最高裁へ提出しました。しかし最高裁は実質審理を一切行うことなく上告を棄却、無期懲役の判決が確定した。最高裁の判断に問題はなかったのか。元裁判官で最高裁に提出された証拠を精査する調査官も務めた北西氏は、差し戻しの可能性、私はそれはもう当然差し戻ししますよ。これ、うん、それは調査官の立場としてはそういう意見出しますね、うん、こんな事件放っとくわけがないじゃないですか、うん、自白の任意性信用性考え直せという形で差し戻すことになるんでしょうね、うん、再現実験を行えば無実が証明できるとの思いでいました。私自身がガソリンを 7.3 リットル撒いてライターで火をつけます。その結果私が重体、死んだら裁判所は無実を信じてくださいますか。ということは最高裁はそれをちゃんと汲み取ってくれるのではないかっていうような期待はお持ちになりませんでした。思ってました。初めはもう高裁、私は高裁にすごくかけてたわけですよ、うん、もう法廷で自分が意見言えるのも控訴審だけだから、うんうん、その控訴審がまさかのまた棄却でもうすごく裏切られて、そしてまあ上告となれば書類だけですからもう上告はもう無理だろうと初めは諦めてたんです。私ももうこれはもうねどう考えてもひっくり返るような裁判所じゃないっていうのを、うん、それでまあ実験やってくれるっていうのを聞いて、そういうのを聞いた時から、あじゃあいけると。ほんで結果聞いた時はあこれで差し戻しになるね、もしくはここで無罪になるかもしれないっていうのをすごい期待したんですよ。でも結局ね、見たのに見てないふりをして棄却っていう感じで、本当に何だろうなっていう思いでね、すごいまた裏切られたっていう思いですよね。法廷では一貫して無実を主張し続けた青木さんでしたが、2006年、最高裁が上告を棄却し無期懲役という実刑判決が確定。青木さんは和歌山刑務所に収監されたのです。青木さんの帰りを待ち続ける人がいる。それは火災当時8歳だった息子。姉を火事で失い、逮捕によって母親を奪われて、この時すでに16年が経っていた。母親に面会するため和歌山刑務所に通い続けていた。お母さんは絶対やってないんで、もう一回裁判やり直してもらって早く出てきてもらいたいです。獄中の青木さんも裁判のやり直し、再審への切実な思いを息子に書き綴っていた。もう一度弁護団が実施してくださるこの再現実験がすごく重要だし、結果次第で母さん早く帰れるかもしれないから、あなたもいい結果になるように願っていてほしい。当時と全く同じ風呂釜を取り寄せた完璧なまでの再現実験。あ、火がつきました。果たして再審という開かずの扉は開くのか。開かずの扉と言われる再審開始、それをこじ開けるために弁護団は動いた。まず当時と全く同じ風呂釜を取り寄せ、火災が発生した時の状況を完璧なまでに再現した。あの日
火災で死亡した長女は入浴中で風呂釜の種火がついた状態だった。こちらが忠実に再現したその種火。思いのほか勢いよく燃えているのがわかる。さらに自白通りの行動を忠実に再現するためガソリンをまく機械も特注した。今回は実験方法などについて裁判所、検察と合意の下で行われる正式なもの。検察関係者も実験に立ち会う。久しぶり。久しぶり。青木さんの息子も駆けつけた。1時半から母親を無実に導く証拠を見届けるために。ではガソリンのキャップを開けます。自白通りに行動すると一体何が起きるのか。最新の鍵を握る実験が始まった。徐々に車の下を伝って種火の方向に流れて、あ、火がつきました。火はガソリンが風呂釜に到達する前に引火。ガソリンを撒き始めてから 20.8 秒後、種火の真下に小さな炎が発生。その炎は気化したガソリンに引火し、あっという間に燃え広がった。それだけではない。なんとガソリンを撒いている最中にポリタンクにまで引火したのだ。自白ではガソリンを撒き終わった後ライターで火をつけたことになっているが、ガソリンを撒いている最中に当人に引火してしまう結果となった。ですからガソリン蒸気通常重いんですけど、やはり吸い込みがありますので、種火の方に向かってやっぱ吸われる とそうすると、引火する可能性が非常に高いというふうに、感じます。やけどをしないでその間を行き来するというのは、非常に不可能という、ありえないことかなというふうに思いました。火災当日、8歳だった青木さんの息子はガレージの隣の部屋にいたという。今の様子と当時の様子とどうですか、比べてみて。あんなに火は強くなかった。炎があんなに出てはなかった。青木さんが火に水をかけ娘を助けようと風呂場に向かった姿を今でも覚えているという。目撃証言とも自白とも全く食い違う実験結果。それではあの日なぜ火災は起こったのか。アメリカではガス湯沸かし器の種火がガソリンに引火するガレージ火災が多発しています。気化した可燃性の蒸気が床を漂い、種火に触れるや引火して火事になるのです。アメリカではこうしたガレージ火災が毎年800件以上発生。そのため一定の高さに湯沸かし器を設置するよう義務付けられている。さらに私たちは火災の真相を求めてコロラド州へ。ピーター・クラプト氏はこれまで800件以上の車両火災の調査を手掛け、うち150件がガレージ火災だったという。その第一人者が火災現場の写真を見て断言した。ガソリンスタンドの冷えたガソリンが給油されるとガソリンは膨張して漏れることがあります。青木さんの家のガレージでは車からガソリンが漏れ出し、さらに車の近くに種火のついた風呂釜があった。90センチしか離れていないのであっという間に引火したと考えられます。この証言を検証するため風呂釜とガソリンタンクの位置を再現し、ろうそくを種火に見立てガソリン漏れの実験を行った。
70ミリリットルほど漏れ出た時、あ、もう引火しました。アメリカの専門家が指摘した通り、種火は気化したガソリンに引火。小さな炎となってガソリンタンクの下で燃え始めた。これでこうちょろちょろっていう、まあちょろちょろっていうんですかね、なんか床を這うような模様が上がってたっていうのは、これこそ近所の人たちが数分間にわたって目撃したという小規模火災の正体ではないだろうか。さらにカメラは給油口からもゆらゆらと炎が出ている様子を捉えていた。これと全く同じ現象を目撃した人がいる。給油口のところから、10センチぐらいの炎やと思うんですよ。ちょろっとずっと出てましたね。漏れ出た気化ガソリンが燃えていた可能性が高い。今も保存されているあの火事で燃え残った車、そこにも真相に迫る手がかりが残っていた。この車両のですね、この下を見ていただいたらお分かると思いますけれども、非常に鮮やかなあのワインレッドの色が残ってます。不自然に焼け残った給油口の下の赤い塗装、クラプト氏に見てもらった。ガソリンがこの場所から漏れたことを示しています。ガソリンは蒸気が燃えるのであり液体では燃えない。これは給油口から溢れ出た液体ガソリンが火災から塗装を守った痕跡なのです。科警研で火災研究室長などを歴任した萩原氏も、タンクのところが加熱をされて膨らんだためにその圧力でもってガソリンがね、この給油口から流れ出して点火しにくいためにこういったような形で燃えないで残ったんではないかと。給油口からガソリンが漏れ出した、それが火災の真相だ。日米の火災調査のプロが口を揃えた。2014年、自動車メーカーも立ち会いのもと、同じ車種の車4台で実証実験が行われた。火災当日、内縁の夫はガソリンを満タンにして帰宅している。その状態を再現しアクセルを踏み込む。すると3分後、給油口からガソリンが漏れ始め、15分で350ミリリットルに。しかも4台ともエンジンを止めた後も漏れ続けた。自動車の構造に詳しい石浜教授はガソリンタンク周辺の構造に注目している。この車種はガソリンタンクのすぐそばに高温の排気ガスが通過する部品が配置されていて、最高で700度にもなる。ガソリンの温度が急激に上がってくると同時にですね、タンクの中の圧力が急激にどん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 上昇してきまして、ガソリンが給油口から漏れてそれが風呂場の種火に引火したという、そういう事故である可能性が非常に高いと。さらに火災直後の車両写真をよく見ると、給油タンクの蓋が斜めになっている。車の取扱説明書によると、蓋が閉まった状態ではつまみは水平。注意書きには確実に閉まっていないと漏れるとあった。つまり給油キャップが半開きの状態でガソリンが漏れた可能性が高い。私たちは火災は放火ではなく自然発火であり、事件は幻であると確信しました。弁護団はその新証拠を再審請求審に提出。そして2012年、大阪地裁はある決定を下したのです。午前10時過ぎです。再審請求が認められました。裁判のやり直しが決まりました。あー、やっていた。母さんは勝ったよ。めぐちゃんの好きだったひまわりの花を
いっぱいいっぱい買って備えてあげたい。釈放されたらめぐちゃんが好きだった黄色の服を着て帰りたい。ついに勝ち取った再審開始決定。しかし釈放の直前、あと10分って時に取り消しされたことを聞かされたのです。無実の人間が約17年ぶりに釈放される気持ちが裁判所にお分かりになりますか。まさに天国から地獄に突き落とされた心境でした。突然の釈放取り消し、検察が不服を申し立てたためだった。17年ぶりの塀の外での親子の再会は叶わなかった。いよいよ保釈かって話になって、それが突然異議申し立てでダメになったってなったじゃないですか、あの時のことってのはこれはどうご覧になってる。もうあの時はもう何が起こったかね、分かんなくって、取り消しって取り消されるのっていう、取り消しなんかできるのっていう、もう言葉で言ったら天国か地獄ですよね。こんなことするんだ、こんな仕打ちするんだっていう、もう血の通った人間がすることじゃないよねとか。でも涙は出ないんですよ。もう怒ってる事実を受け止められない、現実に何が起こってるんだろうっていう、その悲しみとかっていう、なんか涙が出ない、本当に悲しかったら涙が出ないのかなっていうぐらい。しかし身に覚えのない逮捕から20年、ついにその時がやってきた。青木恵子さんがたった今この和歌山刑務所から出てきました。逮捕から20年という歳月が流れました青木恵子さんです。今拍手が湧き上がっています。ついに和歌山刑務所から釈放されました。青木恵子さんがたった今この和歌山刑務所から出てきました。逮捕から20年という歳月が流れました青木恵子さんです。今拍手が湧き上がっています。ついに和歌山刑務所から釈放されました。この日選んだのは亡くなった娘が大好きだったひまわり色のセーター。よう頑張ったね。ありがとうございます。娘がこの青空のどこかから今の私の姿を見て、ママよかったねって言っている声が聞こえます。娘にもずっと見守ってくれてありがとうと伝えたいです。そして待ちに待った親子の再会。もう遮るアクリル板はない。翌日、娘が大好きだったひまわりの花を購入。息子と共に墓前に手向けた。娘も二人でお墓参りに来てくることを待っていてくれたように思います。ここまで来るのに20年もかかってしまってごめんね。まだ無罪が確定したわけじゃないけれども、必ず無罪判決を勝ち取って一日も早く娘を安らかに眠らせてあげたいと思います。いよいよ始まった再審。ついに開かずの扉が開いたのだ。青木さんにはどうしても裁判官に訴えたいことがあった。
なぜ検察裁判所は間違った判断をしても罪に問われないのでしょうか。あなた方が平穏な人生を歩んでおられた時、私は獄中に入れられて無実だと叫び訴えていたことをどうか一生忘れないでください。私はこの事件の有罪に関わった全ての裁判官に謝罪していただきたいです。主文、被告人は無罪。車からガソリンが漏れ出した可能性があり、自然発火が非現実的とは言えない。警察の取り調べには精神的な圧迫を加えるなどの問題があり、自白に任意性は認められず、証拠能力はない。ついに勝ち取った再審無罪。しかし裁判所は警察を厳しく批判する一方で、誤った判決を下した自らの過ちには踏み込まず、青木さんが求めた謝罪の言葉もなかった。まあ、その裁判官に罪はないって、罪はないけど、自分の裁判官仲間が下してきた判決の間違いを言うたらね、約21年かかってるんですから、それを代表して、まあね、ちょっとこんなに時間がね、やってない人をこんな目に遭わして、ね、申し訳ないとか、なんか一言ね、言ってほしかったなっていうのは、私を有罪にした裁判官に、謝ってもらいたいですよね。誰に謝ってもらいたいで、この人はたまたま再審で私の事件を扱った人で、まあ、この人が私を有罪だって言ったわけじゃないし、まあ、排除までしてくれたんだから、まあ、そこはこの、ね、あの裁判官のにはありがたいなっていう思いがあるから、だから本当に一審で私を有罪にして、二審でも有罪にした裁判官、ね、最高裁ですよね、の裁判官には謝ってもらいたいっていう、思いがあるけど、まあ謝らないですよね、青木さんは今年5月、同じように再審無罪を勝ち取った布川事件の桜井昌司さんや、刑事裁判をテーマにした映画それでも僕はやってないを制作した周防正行監督らと、再審法改正を目指す市民の会を結成、冤罪犠牲者を救うための活動を開始した。その被害に遭った者たちが司法を変えていこうっていう、無罪の者に有罪にして、警察、検察、裁判所はね、誰もこのことに対して罰を受けてないわけですよ ね。だからやっぱり間違った判断を下した者には、いくら裁判官とか警察、検察って言っても、これは罰を受けてもらわないといけないっていう、これはもう作らないといけない、ないものは作らないといけないっていうんで、同じ考えの人たちが力を合わせて、法律を変えていこう、司法を変えていこうっていう活動が、あちこちで今始まってるんです、他の冤罪犠牲者とも協力し合い、冤罪を生まないための法整備を目指して活動していくという。改めてこれだけの冤罪者がみんなで力を合わせたら、司法も変えていけるんじゃないかなと、すごく心強く思いました。司法を皆さんと共に変えていきたいと思います、そして私にできることを、これからも、続けていきながら、皆さんと力を合わせて、少しでも多くの冤罪者を救えるように、やっていきたいと思います。今後もよろしくお願いします。ご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。